今回はシフォンケーキを紹介していきます。まずは卵黄に砂糖を加えてよくかき混ぜます。その後ぬるま湯で湯煎にかけながらとろみがついて白っぽくなるまでよく混ぜ合わせます。油、牛乳、粉類の順に混ぜていきます。粉は2回に分けてふるいながら混ぜていきます。1回目はホイッパーでよくかき混ぜてダマにならないようにしてください。2回目はコムベラでのの字をイメージします。ここはのの字に混ぜていきます。できたら次にメレンゲを作っていきます。最初は何も加えずに角が立つぐらいまで混ぜてください。できたらその後グラニュー糖を3回に分けて混ぜ合わせていきます。メレンゲは最初の段階で泡立てすぎても泡立てなさすぎても膨らみづらくなるので注意が必要です。こんな感じの綺麗なメレンゲを立ててください。メレンゲは2回に分けて加えていきます。1回目はわりかしうわーっと混ぜてよくなじませちゃって大丈夫です。残りのメレンゲは潰さないようにのの字をイメージしてさっくり混ぜ合わせてください。できたら型に流し込んで170度で30分のオーブンへガオ。そしたら生地が膨らむのを楽しみながら待ちます。焼き上がったら火の通りをチェックして瓶を使って逆さまにはめて冷まします。粗熱が取れたら外側と内側をなぞって、よかったらいいねコメントお待ちしております。